まず最初にだが、ゴシップチャンネル名よろしく、ガチガチにソースを固めずに喋る内容が多い。一応簡単に添えられそうなソースは書くが、そのソース自体正しいとは限らない。だからこの動画を真に受けずより正確な情報は自分で調べてみてほしい。あと、脱線話や名詞のぼかしも多いから注意してね。それで、今日はどんな話をするの？そうだな。ここ最近お堅い話が多かったから、ちょっとした雑学ネタでもやろうか。また小難しい話。いや、今回は全然理屈っぽい話じゃないから、肩の力を抜いて楽にしてくれ。で、話の中身は、そうだな。今、ちょうど新年度が始まり、希望を胸に、たくさんの新社会人が新たなスタートを切っただろう。だから、そんな新社会人へお祝いの意味を込めて今回の話を送ろう。そのお祝いの内容は、おいでませぐら。なんでや。まあ、これはネタとかじゃなくて、マジでヤバい会社もあるからな。せっかく新卒で入ったのに、って気持ちもあるかもしれないが、しがみついたらしがみついただけ不幸になる会社もある。だから、体壊して病気になったり、精神やられてうつ病とかになって潰れる前に、本当にヤバい会社かどうか参考にしてほしい。ヤバい会社ならわかるんじゃないの？いや、本当に初めて社会人になる若者だったりすると、会社からこれが普通、どこに行ってもこんなもん、って洗脳を受けて、心身壊れるまで使われてしまうんだ。そんな人を消耗品みたいに扱う会社があるの？ああ、残念ながら、普通に存在してるぜ。しかもかなりの割合な。そこで潰された人は、心身のどちらか、または両方に一生消えない傷を負ったり、仕事自体がトラウマになって社会復帰できなくなってしまったりする。だから、そんなことになる前に逃げ出してほしい、と思ってな。まあ、まずは具体的な話を挙げてこうか。具体的、こんな職場だったら、ブラックを疑った方がいいって話だ。最初から入らないようにしたいんだけど、見分け方、傾向については後で話すぜ。では、最初にブラック企業にありがち、な特徴からいくぜ。ざっとキーワードを紹介。早で、残業代が支払われない、サービス残業、暴言、下手すると暴力といったパワハラ、またはセクハラが日常的にある、過度なノルマ、それらを達成するための自爆営業の強要、または未達成時に罰金などペナルティを課される、室待金を管理していないなど、勤務時間がガバガバ、休日出勤が当たり前、残業代は出るが、固定金額となってる、または基本給に組み込まれている、有給とかなめとんのか状態、退職者が多い、あるいは辞めるまでの勤続年数が短い、入ってすぐに、先輩、ベテラン社員と同レベルの責任、仕事をやらされる、そもそも研修がない、それどころか仕事を教えてくれない、会社、上司、責任者が労働基準法上等ってなってる、出るもの出るが、このままだと他ひぬぞってレベルの残業時間、俺がルールだ、ワンマン経営者、私的、プライベートなことまで干渉、ひどいと強要される、宗教職がある、責任の所在を明確にしない、雇用契約書を守らない、または一方的に変更、変更の了承を求める、契約書の控えをくれない、そもそも契約書がない、職場の環境が健康を害する状態にある。その上で放置されてる、給料未払いの前例がある、給料から謎の転引き、業務内容に違法行為がある、名ばかり管理職がいる、退職希望者、退職者と揉めまくる、脅迫行為、損害賠償請求をちらつかせる、派遣社員を大量に使い、用が済んだらを引き取り願う、過労死が発生したことがある、家族が重役、いわゆる同族企業、どう考えても業務と結びつかない理不尽な仕事研修制度、上下関係絶対な体育会系、下っ端にはエレベーターなど使わせない社内カーストが存在してる、会社イベントの強制参加、労働組合を作らせない、または経営側とズブズブな関係、業務上必要なものを自己負担で用意させる、そもそも業務ができる環境じゃない。パッと浮かんだだけでもこれだけあるな。多すぎて草も生えないわ。まあ、これらに一つでも触れたら、ブラック、ってわけでもないぜ。何より、ケースバイケースのものもあるし、逆にこれらを全部コンプリートしてたら、速攻逃げ出した方がいい。損害賠償とか、そういったトラブルを極力避けつつな。それでやめられるの？いや、ブラック企業相手に円満退社なんて望まない方がいい。負い目を感じるとか、常識的な振る舞い、いい人、でようなんて思ったら逃げ出せなくなるぜ。ブラック企業は確実にそういった心理をついてくるからな。まあ、一つ一つ詳細を話そうか。早で、残業代が支払われない、サービス残業。これはほんとたくさん聞くわね。ああ、王道と言ってもいいものだな。内容は下道じゃない？時間外労働。つまり、本来の勤務時間以外に仕事をすることだ。これは定時以降の残業だけでなく、業務開始時間前の仕事にも適用されるぜ。それを払ってくれない？ああ、サービス残業なんて耳障りのいい言葉を使うが、実態は、ただ働き、だ。はあ。アホくさ、そうだな、それが普通の感覚だ。しかも、時間外労働の賃金は割増にしないといけない。まあ、残業代払おうとしないところがこんなこと守るわけがないがな。どうしてサービス残業しちゃうの？それについてはこの後のワードとセットで話すぜ。
ともかく、当たり前のようにサービス残業、早出をさせてくる会社はブラックだ。言い切るわね。ああ、ちゃんと、業務開始時間、終了時間を設けてる会社だったら払うのが普通だ。逆に払おうとしない会社は、普通、じゃない。そうだ、残業代もらえると思ってる方がおかしい、なんて洗脳もあるから。そんな洗脳真に受けないように注意してくれな。ただ働きは完全に損で終わってしまうの。いや、後から請求できるぜ。裁判起こす、とか言えば、大抵の会社は支払いに応じると聞くが、まあ、中には弁護士用意して徹底抗戦の構えだったりする会社もあるから、本気でやるときは、それ相応に準備しておいた方がいいぜ。あと、勤務実態。特に出勤、残業が証明できる物証は必須だぜ。それがなかったらすっとぼけられるかもしれないわね。そういうことだ。まあ、次だ。暴言、下手すると暴力といったパワハラ、またはセクハラが日常的にある。どっちも完全にアウトやろ。そうだな、これはボイスレコーダーなどで物証を作っておくといい。その上で、殴られたりしたら病院で診断書をもらう。それも物証、ああ、医者、お墨付きをもらうんだ。これは精神的なものでも書いてもらえるぜ。ひどいパワハラで鬱になったとか。そうだ、医者に相談すれば、案外希望通りに書いてもらえたりするぜ。それもそれでどうかと思うんだけど。まあ、やられ損にならないよう、うまく立ち回るんだ。で、これらパワハラ、セクハラが常態化してる職場はブラックなのね。どこをどう見たら、ブラック、意外になるんだよ。あ、はい。では次。過度なノルマ、それらを達成するための自爆営業の強要。まあ、これについては、達成不可能。ってノルマを課してたり、自爆営業を強要してたりしたらブラックだな。自爆営業って、ノルマ達成できなかった分を自分で負担するんだ。うん、そうだな。有名どころだと、郵便局の年賀状とかだな。年賀状、そうだ。結構聞く話だが、この年賀状には、一人丸々舞い売るように、ってノルマが課されるんだ。それが達成不能な枚数なの。私が聞いた話では、郵便局社員の一人当たり、3000枚から5000枚のノルマを課されたと聞いた。そんなに売れるの？いや、難しいだろ。ただでさえメールなど電子化された世の中だ。このご時世、大量に紙の年賀状を買ってくれるのは、企業や893など礼儀を重んじる業界だろう。じゃあ、売れないじゃな。あ、わかったか。その売り切れない分を自分で買い取ってノルマを達成する。これが俗に言う自爆営業だ。ノルマ達成のためだけに自腹で年賀状を買う。まあ、その年賀状を金券ショップなどに持ち込んで売るらしいな。それで少しは被害を抑えられる。かもな。だが、根本的に自爆営業させる会社はろくなもんじゃない。当然、この自爆営業は郵便局以外でも行われてる。車屋さんがノルマ達成できないから車買うとか、さすがにそこまでは聞いたことないが、車検とかの自爆営業は聞いたことがあるな。あと、ポピュラーなものだと、お歳暮、お中元、の自爆だな。結局、従業員に対して強制購入させてるんじゃない？そうだ、だから、そんな会社は、ブラック、と考えていいぜ。ちなみに未達成の罰金だが、これは下手すると法に触れる行為だから、罰金払わされた。って人は、その証拠、物証を押さえておくと後々役に立つぜ。ペナルティとかどんなのかしら？そうだな。中の人の経験で申し訳ないが、未達成だった人は、全体朝礼の場で。全員の前で未達成の謝罪をさせられてたぜ。全員の前でとか、完全に晒し者、じゃない。ああ、そういった制裁を本当にやってたんだぜ。まあ、これはパワハラ案件かもしれないがな。なんでそんなことするのよ。サボり対策ってのを理由にしてたが、見せしめ行為の正当化につなげるのは無理があるぜ。頑張っても達成できなかった人もいるでしょうに。そうだ。まあ、こんな感じで、個人の尊厳を踏みにじる行為をする会社はブラックと見てもいいぜ。そんな会社ってのを、入る前に知りたいんだけど。では次だ。出退勤を管理していないなど、勤務時間がガバガバ。タイムカードとか打刻機がないとか。ああ、ただ、これはケースバイケースな部分もあるから、これだけでブラックとは言えないがな。ということ、出勤したかどうかが重要で、勤務時間は二の次ってタイプの仕事だ。勤務時間どうでもいいって、それじゃあ給料とかどうなるの？出勤日数プラス時間外手当てって感じのやつだ。まあ、残業代払う前提だから、つまり、ブラックではない会社だ。じゃあ、ブラックの場合は、ああ、勤務実態を曖昧にするために、タイムカードなどを置かないんだ。いつからいつまで働いたかわからないようにするため。そうだ。そして、勤務時間をはっきりさせないことで、時間外労働の時間も曖昧にできる。あ、なんか察したわ。正確に時間を記すものがない。つまりそれって、あ、残業時間いくらでも操作できるんだ。いやいやいや、それはあかんやろ。確かにこれはあかんやつだ。だが、正確な労働時間がわからない、タイムカード、物理、が存在しないんだ。よって、物証による残業時間を証明できない。残業してるしてないの水かけ論に、そういうことだ。でも、最近はカードかざしたり、切ったりして出退勤管理してたりするわよね。あれはどうなるの？機械を通して時間を管理するんだ。じゃあ、そのデータで証明、そのデータいじくれば残業なかったことにできるぜ。ああ。
まあ、これは噂で本当にあったかどうかはわからないがな。あってたまるか。ともかく、正当な理由もなく、正確な勤務時間が把握できないようにしてる会社は要注意だ。もし、そんな会社にいたらどうすればいいの？これは意外と思うかもしれないが、メモ、が、かなり有効らしい。メモって、そのまんまの意味？そうだ、一瞬本人手書きのメモなんて証拠になるかよ、って思うかもしれないが、実際これが有効になった話はそれなりに聞く。そうなの？ああ、意外にな。だから、もし会社にタイムカードなど時間を管理するシステムがなかったら、自分で出勤日や勤務時間をメモしておくといいぜ。やっておかないと、最悪証拠なしで泣き寝入りになる。せちがらいわね。ああ、自分の身は自分で守らないといけない。では次だ。休日出勤が当たり前。これも、ブラック、のイメージに多いわね。ああ、要するに、スケジュールの管理、履行が全然できてない。または、鼻から間に合わないような納期で仕事を取ってくるんだ。それじゃあ間に合わないやん。あ、だから休日出勤。そうだ。でも、それは営業側の問題じゃ。そうだな。だが、見方を変えればそんなやり方を許してる会社ってことにもなる。ちなみに、元祖ブラック企業はこのパターンが多かったらしい。そんな元祖いらんわ。めちゃくちゃな納期や報酬で仕事を取ってくる。なんでそんなやり方するのよ。他社と仕事の取り合いになった場合によく使うてと聞いたな。早くて安いから仕事もらえる。そんなとこなのかな。まあ、悲惨なのは現場だ。そりゃ、普通に仕事してたら間に合わない納期なんでしょ。ああ、だから現場はデスマーチとかす。デスマーチ？ウィキペディアさんの見解によると、デスマーチとは、長時間の残業や徹夜、休日出勤の状態下といった、プロジェクトメンバーに極端な負荷、過重労働をし、通常の勤務状態では成功する可能性がとても低いプロジェクト、およびこれに参加させられている状況を主に指す。だぜ。まんま市の更新やんけ？そうだよ。もともとはプログラマー、システムエンジニアの界隈で使われてた言葉なんだが、最近は様々な業界で同じようなことが起こってる。つまり、休日出勤が当たり前の会社は、現場のこと考えてない？めちゃくちゃな会社が多い。ああ。そして、とある条件に合致した会社は 100% ブラックと言っていい。うん、条件。この休日出勤なんだがな。一切時間外手当が出ない。はあ？そして、このことが問題になった時の会社の言い分が、本人が休日に出てきて、勝手に仕事をしてる。って主張するんだ。いやいや、それはタイムカードとか当然、この手の会社は勤務時間がわからないよう細工してる。とんげえ。まあ、これが休日出勤が当たり前、の会社のヤバさだ。たとえ払うもの払ってもらったとしても、仕事のスケジュール管理がガバガバだ。結局、長時間の時間外労働をする羽目になる。長時間労働というブラックポイントに該当してしまう。そうだ。まあ次だ。残業代は出るが、固定金額となってる。または基本給に組み込まれている。ちょっとわかりづらいわね。これについては、求人での注意点と被ってるな。固定金額と基本給組み込みって、簡単に言えば、残業時間に関係なく残業代が一定額払われるんだ。じゃあ、いいわけないわよね。当たり前だよな。いくら私でもこの理屈はわかるわよ。要するに、払う額は変わらないからめちゃくちゃ残業させられるってことでしょ。正解、ご褒美あるから落ち着け。今日は何？旨味で言ったら、グルタミン酸なんて目じゃないイボテン酸たっぷりのキノコをやろう。やったぜ。まあ、今言った通り、この固定金額は、いくら働かせても払う額が変わらない。だから、どんなに時間外労働させようが会社は余計に給料を払わずに済む。これが固定金額のヤバいところ？そうだ。そして次に、基本給に組み込み。ああ、これも固定金額と同じようなものだ。残業代込みの給料ってことね。ああ、だが、こっちの方はさらに立ちが悪い。あん？求人情報で、やたら月給が高い理由の一つだったりする。月給が高い？あ、わかったか。情報に載ってる月給が、基本給固定金額だからその分高く見える。そうだ。よく確認せずに月給に釣られ、蓋を開けてみたら、固定された残業代込みだった。なんてオチだぜ。まあ、これ以外にも、年俸制、っていうのがあるから注意だ。年俸制？年間で払う給料を事前に決めておくんだ。じゃあ、何があっても年俸は変動しない？その辺は慎重に確認だ。下手したら、さっきの固定金額と同じになる。ああ。まあ、今は求人でなく会社の特徴だから、詳細は後回しにするぜ。まあ、残業代が固定されてる会社はヤバいってことね。ああ、合法に残業代を抑える方法として用いられるって聞く。この制度を採用して、さらに長時間残業が常態化してたら黒と思っていい。まあ次へ行くか。有給とかなめとんのか状態。有給取得を許さない。よく聞く話ね。ああ、だが、これはブラック企業に非常に多いパターンだ。この有給休暇は法律、要するに労働基準法によって決められている。会社独自にルール設定していいものじゃない？そうだ。
ついでに言うと、この有給はバイトにも適用される。そうなの？ああ、労基などしっかり守ってる、または守らないと偉いことになるような会社は、たとえバイトでも、しっかり有給休暇を与えてるぜ。でも、有給発生していても実際使えないって。ああ、それがブラック企業の特徴でもある。人手の関係で使われたら困るとか。なもん、何かあった時、を想定して人員用意してない会社側の問題だ。だいたい、欠員の原因は有給取得に限った話じゃないしな。まあ、最近の働き方改革で有給取らせないと会社側が罰則受けるようになったがな。じゃあ、これで万事解決。本人が実績に休日出勤してきたって扱いにしてるって話を聞いたな。けえ？どんだけ有給取らせたくないのよ。そうだな、その辺のエピソードを引用という形でご紹介しようか。例によって、家臣と鵜呑は禁物ってやつ。いや残念ながら中の人がマジで聞いてるし経験してる話もある。ほんげえ。女性スパ、2019.03.30、ブラック企業で社内婚したら、出産予定日なのに夫が有給を取れない、より一部引用。この時点でいろいろ察するわ。まあ、部分的に引用だ。夫が子供の出産予定日に有給申請を出したら、上司に週末だから無理、と言われたそうです。その時初めて、ブラックだと思いましたね。幸い出産日と夫の休みがたまたま被ったので、どうにか立ち会い出産はできましたが、数時間子供を見ただけで翌日にはいつも通り朝6時には会社へ行っていました。ほんと、人のことなんて知ったこっちゃないって話ね。ああ、この有給以外にも、サービス残業や枕営業、噂、などヤバいエピソードも載ってたぜ。うごわ？さて次の例だ。キャリコネニュース、2019.1.4、ブラック企業の休ませない、エピソード、有給1日につき給与1万円減、体調不良で電話する元気があるなら出社しろ、より一部引用。それ以上聞かなくても察しちゃったんだけど。休みたいと言うとお前程度の人間が休んだら他の者に抜かれるぞ、と終電がなくなるまで説教。帰れなくなっても自腹でタクシー帰宅か宿泊となる。こんなん聞くと、日本終わってるって感じてしまうわ。まあそういうな。こういった連中を駆逐するのも国と国民のやるべきことだ。ブラック企業というと、従業員が犠牲になる話ばかりだが、実際は、他の企業も被害を被ってるんだ。まあ、このブラックが大手、親会社だったりした場合はほんと悲惨らしいが。まあ、引用に戻るぜ。販売、サービス業に従事する40代女性は、上司に有給の申請をした時のことを、次のように振り返った。有給を使おうとすると届けを返される。インフルエンザで休んでも、有給休暇があるのに欠勤で処理される。最高21日間全く休みがないことがあった。あ、もうめちゃくちゃだよ。なんでこんな意地になって有給使わせないのよ。常識感覚がないからだろ。え、さっきも言ったように、有給と有給の取得は法で保障されてる権利だ。つまり、法律上等って考えてるから有給を認めないんだ。現場、仕事が大変。確かに、それを理由に有給取得日を変えてもらうよう交渉はできる。だが、これを悪用する会社が後を絶たないんだ。365日忙しいから有給は却下。そんな会社は有給以前に労基に突撃した方が早い。まあ、この有給について押さえておくポイントは、有給取得理由は必要ない。え、そうなの？ああ、そしてもう一つ。有給申請自体の拒否は違法になる。認める認めない以前に申請すら却下される。そうだ、これは法に触れる。本来有給は拒否しづらいものなんだ。だが現状有給を使うことが難しいという逆転が起きている。有給使うのが何の問題もなかったら強引に取得してもいい？まあそれはケースバイケースかな。として会社現場との関係が悪くならない程度で取得しようってことだ。いくら権利で保障されてても自分勝手に乱用すれば周囲ともめる原因になるぜ。まあ、今回のブラックでは、有給を取得させない、常時忙しすぎて取得できるような状況じゃない、上司、部下問わず、会社全体が有給に否定的、こんな会社だったらブラックの可能性が高いって話だ。社畜、そうだな、有給とか関係なく、会社に人生捧げる、重労働、長時間労働を喜びと感じてる人間が集まってる会社だったら、ちょっとヤバいかもな。まあ、有給についてはこの辺にして、次だ。退職者が多い、あるいは辞めるまでの勤続年数が短い。どんどん人が辞めていっちゃうってこと？そうだ、これについては、あれこれ言わなくてもなんとなくわかるんじゃないかな。全体的にろくでもない会社だから人が辞めてく。ああ、理由はいろいろあるだろうが、人が辞めてく理由を挙げたらキリがない。だから、人が入っても長続きしない。ある程度続いた人も辞めていく。こんな会社は高確率でブラック企業と見ていいだろう。ちなみに、この手の会社は常時求人募集をかけてることが多い。人が続かない？どんどん辞めてくから常に人手不足。そういうことだ。では次。入ってすぐに、先輩、ベテラン社員と同レベルの責任、仕事をやらされる。そもそも研修がない。それどころか仕事を教えてくれない。今の話だけで、これあかんやつや、ってなったわ。ああ、だが、こんな会社本当にあるんだぜ。仕事教えないとか何考えてるのよ。これは現場の人間が、あれ、だったりする場合が多いかもな。
新人に仕事を教えないなんて会社の方針と思えないし、現場がブラック。まあ働く側からしたら何も教えてくれないのに仕事をやれって言われるのは一番理不尽に感じるだろうが、それ以上に入ったばかりの新人にベテランと同レベルの責任ある仕事をやらせるのはマジでヤバいぜ。新人なんてまともに仕事できないやろ。全くもってその通りだ。これは新人が悪いんじゃない、入ったばかりの人間がまともに仕事ができないのは当然だからな。でもそんな人間に責任あることをやらせてしまう。ああ、はっきり言って理解不能だぜ。こんなリスクのあることを会社側が容認してると思えないし、おそらく現場がろくでもないんだろう。実際取引先やお客さん相手に問題起こしたらどうなっちゃうんだろう。そりゃ怒鳴られてぶん殴られんだよ。おいこら。実際中の人もその場面見たからな。もうただの職場いじめやんけ。そうだ、今まで挙げたものと違ってこれは現場ブラックの例だ。じゃあ配置転換してもらえば解決する。どうだろうな。そんな状況を放置または把握できてない会社だ、他の部署もヤバい可能性はある。何より現場でクソみそな扱い受けた人が同じ会社で頑張ろうって気力が残ってるかどうかもな。まあ経験上会社っていうのは大抵類は友を呼ぶだ。ヤバい会社は全体的にヤバい、そういう傾向があるって話だ。さて次、会社、上司、責任者が労働基準法上等ってなってる。もうこれ以上聞く必要はなさそうね。ああ、現場がこんなんだったら働いてる人は先を考えた方がいいぜ。法律上等な人間が就業規則や契約内容を守る可能性はより低くなるしな。約束守ってくれると思ってたら、ああ、最後の最後で裏切られる。これが退職金とか高額な話だったらシャレにならないぜ。退職金が払われないとかあるの？私も詳しくは知らないが、退職金っていうのは有給のように法律で定められた制度ではないそうだ。あくまでその会社が独自に設けてる制度だと。そうだったの。ああ、だからいざ辞める時になって、うちの会社は退職金制度ありませんからって言われないよう最初の段階でしっかり確認しような。でも会社がルール上等ってなってたら契約内容不履行は出るとこ出ればいい。そうでもしないとほんとバカを見るからな。とにかく決まり事守る気がないような会社は要注意ってことね。ああそういや、ボーナスも法的縛りがないから注意してくれな。え、さあ次だ。出るもの出るが、このままだと多ヒムゾってレベルの残業時間。デスマーチ。まあ、関連は強いかもな。月80時間の残業が過労死ラインとされている。月80ってことは、仮に月20日出勤した場合、1回の出勤で4時間の残業って計算だな。それが過労死ライン。おかみはそう考えてるみたいだな。まあこれが本当に1ヶ月限定の話だったら大丈夫かもしれないが、これが完全に状態化していたら徐々に体が壊れ始めると聞く。仮に朝9時から仕事を始めて夕方5時が定時だとしたら、そこに4時間足した夜の9時まで毎回残業だ。しかもこれが月金の5日連続出勤とした場合、夜の9時過ぎに会社を出て家に帰る。ああ、帰って寝て次の日はまた朝の9時前に会社に入るという生活がずっと続く。ほんと寝るためだけに帰る生活じゃない。そうだな。これに通勤時間やら生活する上でかかる時間を考慮すると、睡眠時間まで圧迫されるかもしれない。寝ないのはヤバいって先人たちも言ってるじゃない。そうだ、睡眠不足は本当にヤバい。今は大丈夫でもいずれ病気や突然死などで帰ってきたりするぜ。それを考えた上での過労死ラインなのかな。まあもらえるものしっかりもらえたとしても、過度な長時間労働はいずれ健康、最悪命に関わるようなことになりかねない。だからそんなデスマーチが状態化してる会社だったら注意してくれな。私も寝るためだけに家に帰る生活なんてしたくないわ。ああ、時間、つまり人生は自分のためにあるんだ。相応の見返りがあるならともかく、ただただ異様に使われてるだけだったらちょっと考えた方がいいぜ、いい人生送るために。さて次だ。俺がルールだ、ワンマン経営者、私的、プライベートなことまで干渉、ひどいと強要される、宗教色がある。最初に言っておく、宗教絡みはマジでやべえからやめておけ。まあ、これに尽きる。じゃあ、ワンマン経営者は、これはまさに人によるだな。このワンマン経営者が良い意味でワンマンだったらいいが、ゲロイカプンプン臭人間だったらちょいとヤバいぜ。なんでも俺がルールだってこと？そうだ、就業規則も契約内容も最悪法律も関係ない。とにかく俺がルールだ。違い封建かな。ああ、懲罰も規則も作業手順も何でも自分の気分次第、エコヒーキも当たり前、気に食わない奴は罵倒、ひどいと手が出る。やべえよやべえよ。とにかく社内が暴れる君と奴隷のような関係になってる会社はヤバい。プライベートにも干渉するって？ああ、社員は自分の射程ぐらいに考えてる経営者の場合、業務と全く関係ないことにまで命令してくるんだ。どんなの？中の人の経験では、
通話料安くなるから携帯会社変えてこい、とか言われたな。もちろん、この携帯は社用でなく私物だぜ。そんなん大きなお世話やろ。なんで私物についてまであれこれ指図されなきゃいけないのよ。それをやるのが、悪い意味でのワンマン経営者、だ。当然、何でも思い通りになると考えるわがまま人間だ。だから、これに逆らったらどうなるかわかるだろ。あ、察し。とまあ、こんな経営者、特に、プライベートにまで指図してくるようなワンマン経営者が現場入りしてる会社はヤバい。あと、繰り返すが、宗教絡み、はマジでヤバいからな。さて次だ。責任の所在を明確にしない。これは地味だが、結構怖いことでもある。何かあったら弁償させられるとか、いや、金銭的な意味での賠償は心配しなくていい。よほどの過失がない限り、個人への賠償は法的にアウトになるからな。じゃあ、何がヤバいの？このヤバさは自分が被害を被るとかじゃないんだ。どういうこと？そうだな。例えば、会社、現場が大きな問題を起こしたとしよう。その責任って誰が取る？現場責任者。そうだな。または社長とか。ああ、つまり、会社が責任を取るってことなんだ。話が見えないんだけど。幽霊会社。またはダミー会社とも聞いたな。実態がないってこと？いや、業務実態はあるんだぜ。ちょっと何言ってるかわからないんだけど。そうだよ。これも中の人の話で申し訳ないが、実際あったんだ。いつも同じ仕事をしていて、いつも同じ顔ぶれが揃ってるんだが、時々会社名が変わるんだ。何それ怖い。よくよく聞いてみると、同じ会社なのに複数の会社名を持っていた。しかも、2個3個どころじゃない。その上、代表取締役が複数存在。しかも別名の会社の役職も兼務してる。この時点でドス黒いもの溢れ出てるじゃない。ああ、これは幽霊会社、ダミー会社、ペーパーカンパニーと呼ばれるものだ。どうしてそんなことするの？トカゲのしっぽ切りよって言えばわかるか。何か問題があったら。そうだ、その幽霊会社のせいにして会社を潰す。でも、中身は。ああ、本体は姿名前を変えながらずっと存在し続ける。もうヤバい匂いしかしないわね。ああ、真っ当な会社ならこんな異常なやり方はしない。これが責任の所在が曖昧ってやつ。そうだ、責任または代表者をはっきりさせようとしても、その時その時で変わってしまっている、または全くの別会社で兼務している。もはやブラック超えて怪しい会社じゃない。そうだ、だからもし自分の勤めてる会社がこんなんだったら、ちょっとヤバいと思った方がいいぜ。名前と役職がコロコロ変わる会社、あるいは複数持ってるとかな。さて次、雇用契約書を守らない、または一方的に変更、変更の了承を求める、契約書の控えをくれない、そもそも契約書がない。最後のは論外ってわかるわ。いや、その前の控え、遅れないっていうのも論外だぜ。そうなの？ああ、これは当たり前だ。しかも、何か揉め事があった場合、この契約書は物証として役に立つ。それ遅れないのね。あと、最初に挙げた契約内容の変更を強要してくる部分もブラック要素だぜ。強要だから？いや、実際問題経営の都合で変更を求める場合はあるらしい。ただ、ブラックの場合は契約変更させることを前提に雇用したりする。その時点でブラックってわかるわ。これは求人の話にもつながるが、ヤバい正体を隠す、または良い条件でホイホイするために実態とかけ離れた条件を掲載したりするんだ。そんなんアウトやろ。ところがどっこい、このやり方は案外通ってしまうんだ。マジ？ああ、契約までは、あくまで求人通りの条件なんだよ。あ、察し。そして、契約後に本人の同意を得て、契約内容を変更するんだ。重ねて言うか、同意を得てな。しかも、その変更って一応認められてるのよね。ああ。まあ要するに、鼻から人を騙す気満々で求人を出すような会社ってことさ。そして、そんな会社が良心的な成人の集まりなわけないだろ。ブラック。まあ次だ。職場の環境が健康を害する状態にある。その上で放置されてる。これについて多く語る必要はないな。めちゃくちゃ暑い、寒いとか。そうだよ。他にも、危険、とかな。こういった状況を分かってて放置するような会社は間違いなくヤバい。ことと次第によっては人命に関わるからな。業務中人が事故で亡くなったとか警察沙汰だものね。ああ、起こるトラブルの規模がでかい。だから、ブラックと囁かれるレベルの会社でも、事故、傷病、にはほんと気を使ってる。ブラックでも気を使うレベルのことすら無視する神聖のブラック。そうだ、これは、その後の人生に影響が出かねない次元の話だ。だから、健康、安全意識がない会社はマジでヤバいぜ。裁判起こして賠償させるとかは、お前金もらえれば片足なくなってもプラスマイナスゼロって考えられるか。あ、なんでもないです。では次だ。給料未払いの前例がある。給料から謎の天引き。未払いって時点でもう察するわ。まあ、払う気がなくて払わないっていうのは論外だが、払う金がないってパターンも相当ヤバいぜ。給料払えない経営状態。ああ、会社自体、自転車操業の可能性がある。いつ会社がダメになるかわからない？まあ、これはブラックとは違うがな。じゃあ、ブラックは、
払う気がない、払おうとしない、実際そういうところあったからな。払おうとしないって、給料の手続き関係の話に一切触れようとしない。触れようとすると理由つけて逃げる。マジで払う気がない。ああ、給料自体払おうとしない会社はマジで辞めた方がいい。物証さえ持ってれば、後からでも取れるしな。二つ目の謎の天引きって、これもヤバい会社であった話らしい。給料って天引きがあるのは知ってるよな。税金とかだっけ？そうだ、税金や年金、健康保険料など会社が給料から天引きして、会社の方で支払いを済ませてくれるんだ。面倒なことは会社がやってくれるってことね。ああ、ただ、この天引きに謎の項目があったりするんだ。え、税金とかじゃないの？ああ、給料明細のその他などの項目で異常に高い金額が引かれた。なんて話を聞いたぜ。え、一体何があって引かれてるの？その中身はいろいろあるが、全体的にアウトなものが多かったぜ。アウトって、例えば単純な減額、不法。そんな完全にアウトやろ。ああ、出るとこ出たら一発だな。他には、備品使用料。うん、備品、業務上必要なものを使った使用料だぜ。あ、ありのまま今、起こったことを話すぜ。俺は、会社で用意されてるものを使ったと思ったら、いつの間にか天引き。普通なら、会社が金払ってでも業務に必要なものを用意するもんだ。なのに、その逆のことをやってしまう。さて、あと一つ、印象的、だったものを挙げて終わるか。どうせろくなもんじゃないでしょ。駐輪場、駐車場使用料。はぁ、もちろん、会社の敷地内だぜ。交通費支給どころか、止める場所代を取られてた。ああ、その分、給料から天引きだ。まあ、これらの場合、大抵会社側がアウトになるから、給料明細となんで引かれたか、をはっきりさせ、叱るべき時が来たら、それらの物証を持って行動を起こそうな。さて、次だ。業務内容に違法行為があった。ここでやめろ。下手したら、全部自分に押し付けられて犯罪者にされるぜ。だから、辞める辞めないよりまず最初に業務に参加しないようにする。犯罪行為に加担しないようにする。そうだ、まずそれを最優先にするんだ。実際、中の人も違法行為やらされそうになったからな。やばい内容だったの。そうだな、犯罪レベルで言うと、詐欺、偽造、クラスの内容だった。おまわりさんこいつです。社会人としての常識、なんてぶん投げて速攻でバックれたぜ。その後大丈夫だったの？ああ、相手だってやばいことやってたんだ。こっちにあれこれ言って逆に警察とかに通報されたら終わりだからな。すねに傷持ちだもんね。傷どころか複雑骨折してるぜ。その会社ってどうなったの？今も、超大手の下請けやってんじゃないか。うぶわー。ねえ、いろいろやばい内容紹介されたけど、こんなブラック企業一部よね。何言ってんだよ。求人の半分はブラックって言われてるぜ。まあ、そんな会社を踏まないよう、または、ブラックと判断できるよう、こんな動画を作ってみたぜ。で、残りの問題は？これはちょっと長くなりそうだし、結構いい時間だから次回へ回そうかと思う。またまたパート分かれるんかい？本当は15分から20分程度の動画を作る予定だったんだがな。まあ、そんな感じで、今回はこの辺で一回切ろうと思います。ブラックに入らないように気をつける部分は次回。ああ、予定ではな。では、今回はそろそろ終わろうと思います。あと、みんなのブラックエピソードたくさん教えてくれな。社会主義、共産主義ぶったたきまくる動画作った後にこの内容はさすがに草。さて、締めの挨拶に行くぜ。今回もご視聴ありがとうございました。